高知競馬12レースファイナルレース1400です能力偏差値ですが B ランク2頭 C ランク3頭のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適正を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、様々な適正分析が可能です。例えば、3走前の競争条件を見ていきます。距離は紫色の丸です。3走前は1 3 0 0メートルとなります。 一角角通過順位はオレンジ色の四角です3走前は2番手となります。着順はピンク色です。3走前は3着となります。枠は緑色です。3走前は7枠となります。馬場状態はグレーです。3走前は重馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。3走前は今回と同じコーチとなります。馬対重変化は黒色です。 それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定二重丸を打っています。5枠5番、シャフトオブライトです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、2層前、3層前、4層前、5層前に黄色線を上回っています。特に5層前は、黄色線を15上回る優秀な指数をマークしています。能力的には トップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は千四百メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、5走前はオレンジ色の着順が一着で、紫の丸が千六百。昨年の11月はオレンジ色の着順が一着で千三百、千六百が適距離ですが、千四百も守備範囲です。 展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが4頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、 オレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと5走前は花を切っての競馬です昨年の11月は3番手からの競馬です逃げ先行が良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は35でトップです上がり指数は26で5位です楽に先行できる高い先行力を持っています展開面はプラス評価をしていいですレース感覚を見ていきます 横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は27週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース感覚はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。7枠9番サンデイファイトです。能力偏差値は2位で偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では前層5層前に黄色線を上回っています。 上がり指数が高評価できるのは前走は黄色線を上回っています2走前は黄色線を10上回っています3走前は黄色線を7上回っています5走前は黄色線を7上回っています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の11月は 紫の丸が26002600 26が適距離ですが4月の紫の丸今回と同距離の1400では低指数となっています1400は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の11月は8番手からの競馬です後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は14で8位です。上がり指数は41でトップです。高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです。展開面はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。8枠12番日の玉ボーイです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金5層では前走に黄色線を上回っています。 能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は、紫の丸が1300、3層前は、紫の丸が1300、1300が適距離ですが、1月の紫の丸、今回と同距離の1400では、まずまずの指数をマークしています。1400も守備範囲です。 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は花を切っての競馬です。3層前は3番手からの競馬です。逃げ先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は21で5位です。上がり指数は12で11位です。平凡な先行力で先行できないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。 ババ状態を見ていきます。ババ状態はグレーの丸で表されます。両ババでは指数を上げています。明日も両ババならプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。6枠7番 BB ベジェサです。能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では4層前に黄色線を上回っています。能力的には 2番手グループの一角で、で連体四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は紫の丸が1200、2走前は紫の丸が1400、1200が適距離ですが、1400も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は7番手からの競馬です。2走前は後ろから。 後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は12で10位です上がり指数は25で6位です平凡な上がり指数でさせないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないですレース間隔を見ていきます今回は10週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがあります レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。2枠2番、マイネルミトスです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。上がり指数が高評価できるのは、4層前は黄色線を5上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。 距離適正を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の10月は紫の丸が21002100 21が適距離ですが2月の紫の丸今回と同距離の1400では低指数となっています1400は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の10月は後ろから後方からの差し 追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は25で2位です上がり指数は35で2位ですまずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです展開面は若干のプラス評価していいですレース間隔を見ていきます今回は8週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース間隔はマイナス評価していいです 次の馬を解説していきます暫定黒の星を打っています7枠10番名勝ピスカリです能力偏差値は6位で偏差値ランクは d ランクとなります金5層では黄色線を上回ったことがありません能力的には上位馬には一歩を取りますが連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3月は 紫の丸が1400 1月は紫の丸が1600 1400は敵距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3月は3番手からの競馬です1月は6番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は25で3位です上がり指数は29で4位です まずまずの先行力で前目につけられそうです展開面は若干のプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定白の星を打っています8枠11番リコーパイソンです能力偏差値は7位で偏差値ランクは D ランクとなります金5層では2層前に黄色線を上回っています能力的には上位馬には一歩劣りますが連体資格は十分です 距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が1300、3月は、紫の丸が1400、1300が敵距離ですが、1400も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は後ろから、3月は4番手からの競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。 展開分析シートに切り替えます先行力は17で7位です上がり指数は17で9位です先行力上がり指数とも平凡で自在に立ち回れないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った5番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です 暫定丸を打った9番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。暫定黒三角を打った12番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定白三角を打った7番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。暫定罰を打った2番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。 以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは5番シャフト・オブ・ライトです。能力偏差値はトップの B ランクです。レース感覚にリスクはあります。展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは9番サンデイ・ファイトです。能力偏差値は2位の B ランクです。距離にリスクはあります。展開を高評価しました。 黒三角を打ったのは12番、日の玉ボーイです。能力偏差値は3位の C ランクです。白三角を打ったのは7番、BB ベジェサです。能力偏差値は4位の C ランクです。レース感覚にリスクはあります。バツを打ったのは2番、マイネルミトスです。能力偏差値は5位の C ランクです。距離とレース感覚と枠順にリスクはありますが、 展開を高評価しました以上、指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです次に 全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフは表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断適性分析が可能となりなますシンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています四角の中の数字は着順を表します黄色線は連帯目安で この黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります。下部にはコース情報を表しています。上部にはレース間隔を表しています。それではシンプルグラフにて評価上位馬を解説していきます。二0丸を打ったのは、5枠5番、シャフトオブライトです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は高知1300にて、黄色線を1上回っています。2層前は高知1300にて、 黄色線を2上回っています3走前は高知1300にて黄色線を6上回っています4走前は高知1300にて黄色線を7上回っています5走前は高知1600にて黄色線を15上回っています次の馬のシンプルグラフへ切り替えます丸を打ったのは7枠9番サンレイファイトです過去5層の指数を見ていきます 1>, 1層前は今回と同距離の金沢1400にて黄色線と同じ指数になっています。2層前は黄色線を2下回っています。3層前は8下回っています。4層前は5下回っています。5層前は金沢1500にて黄色線を5上回っています。評価できる上がり指数を見ていきます。1層前は黄色線上となっています。2層前は、3層前は、5層前は黄色線上を5上回っています。 次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒三角を打ったのは8枠12番、日の玉ボーイです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は高知1300にて、黄色線を5上回っています。2層前は黄色線を17下回っています。3層前は1下回っています。4層前は3下回っています。5層前は8下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは、 6枠7番 BB ベジェサです過去5層の指数を見ていきます1層前は黄色線を3下回っています2層前は3下回っています3層前は4下回っています4層前は船橋1200にて黄色線を4上回っています5層前は4下回っています次の馬のシンプルグラフへ切り替えます×を打ったのは2枠2番マイネルミトスです過去5層の指数を見ていきます 1>, 1層前は黄色線を14下回っています。2層前は1下回っています。3層前は4下回っています。4層前は1下回っています。5層前は1下回っています。評価できる上がり指数を見ていきます。4層前は、以上、偏差値上位場をシンプルグラフで解説してきました。この統一指数によるシンプルグラフは、全レースをノートにて公開しております。全場のグラフを1ページに配置し、 一覧性を高めております全レースの PDF の入手先はこの動画の注釈にリンクがありますのでぜひご利用ください最後にノートにて公開しております前条全,全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたしますノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので ぜひご利用くださいこのシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは、動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です。過去1年の出走履歴と指数をプロットしているフルバージョンの指数グラフとなります。次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。 まずはこのシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか次のシートですこのシートでは上部の表はレース予想動画でも紹介しております適正分析後の評価一覧となります指数グラフから読み取れる各種適性について表示しております下部の表は展開分析のデータとなる各馬の先行力とその順位各馬の上がり指数とその順位となります 右隣は一角通過予想図となります次のシートですこのシートは推奨レースの動画紹介しております全レースの本命馬について勝利確率推奨ランク適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しておりますこの推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか